おはようございます。武田ランチェスター、東京ナンバーワン、西村です。先ほど、戦略のあるこまめな、こまめな傾斜が成功すると言いました。何にこまめかというと、それは営業戦術術量3倍を投下するということです。営業戦術量3倍とは何かというと、有効なコンタクト、あるいは有効な露出を既存。 あるいは新規のお客様にしていくというところです。ただしこれは顧客起点でしなければ全く意味のないものになります。お客様から見て興味があるお客様を引きつけるそのような営業あるいは顧客対策の有効なコンタクトをしていく必要が必要があります。そしてその前にプールの穴を塞ぐ必要があります。プールの穴プールの穴とは何かというとお客様を追い払うような 行為をやめるということです例えばお店に入ることをお客様がためらうようなことあるいはホームページを見て申し込んでみようかなと思うときにそれを妨げるそのようなものを避けていくということですだから営業戦術量3番には3つのステップがあります1つはプールの穴を埋めるということですそして既存のお客様に有効なコンタクトをしていくということですそして新規のお客様に適切な露出や あるいは有効なコンタクトをしていくということになります。で、これがこまめなという行為になります。で、これを競合よりも3倍する経営者は絶対に勝つことができます。これがランチェスター法則の本当の意味でもあります。以上です。